月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルフィジです。では今回はハートバイアホガンダム1年戦争モッドジオン、サイド共栄圏建設物語続きをやっていきたいと思います。ジオン軍でプレイをして、各サイド各コロニーを連合してですね、打倒連邦というプレイになります。前回までにですね、南米大陸、ここの制圧を完了して、連邦軍の首都のあったダカール、アフリカのダカールに攻め込んだというところまでプレイの方を進めています。でその後アフリカ大陸の方はですね、連邦軍の守り固くなくて、あっさりほぼその全土を攻略、制圧、占領したというところになります。今回はですね、オデッサで痛い思いさせられた、苦い思いをさせられた、そのオデッサをね、奪還しに再びヨーロッパの方に進攻していきたいというふうに思っています。投入する部隊ですけども、まずはハーディの部隊ですね、20師団、さらにガイアの24師団、これ全部ドムで固めました。超高速の師団ですね。1個だけザクが残っちゃってるので、ちょっとこれ入れ替えましょう。新松永の部隊からドムを1個ガイアのところに引き抜いて、これで全部ガイアの部隊はね、ドムで固めたという超高速の部隊、これらを使って今回はいよいよオデッサを奪還しに行きたいというふうに思います。では早速オデッサの奪還戦始めていきましょう。でもう一つですね、ちょっと気になるものがありますので、前回マハルの疎開を行ったことによってですね、このソーラレイが使えるようになってます。ちょっとどういう効果があるかというのはまだわからないんですけども、まあ、従来のソーラレイであればね、ソロモンを攻略した連邦軍の主力艦隊、これがバオアクーに迫ってきたところをギレンがね、ソーラレイを一掃するという描写が原作の中ではあったと思うんですけども、それと同じようなものが得られるんじゃないかなというふうに期待しています。ここはちょっとソーラレイ早速撃ってみましょう。宇宙の方は割とうまく戦線維持できている状況ではあるんですけど、とはいえですね、戦力的には決して余裕がある状態ではないので、ここはソーラレイを撃ってみましょう。180日後にソーラレイ撃てますね。それまでの間にヨーロッパ、オデッサの再奪還というのがね、できたらいいかなというふうに思います。ゲルググがですね、まあ、前線の方に少しずつ配備され始めて、戦局もだいぶ好転してきましたね。オデッサを奪われた時はかなり厳しいかなと思いましたんだけども、このまま言えばオデッサの、再奪還というのも近そうかなと思います。なので、モビルスーツ隊をさらに増強して、一度オデッサから撤退していた新松永の部隊ですね、これを再編してオデッサの方に進行させていこうと思います。まだ訓練十分じゃないんですが、モビルスーツの性能を前面に出した戦いということを想定して、装備品が揃ってますので、師団を前線に下ろしていきましょう。これを新松永の部隊に預けて、まあ、19師団、20師団ですね。これを揃えましたので、これでオデッサに進攻します。さらにヨーロッパ、アジアと、広くですね、部隊を展開して、まずは、工場の数で、追い越していければいいかな、というふうに思います。あとは、サイド共栄圏建設したとはいえですね、各サイド、各コロニーなかなか、こちらに、味方して参戦するという動きが見られないので、ここはですね、関係の改善を今一気に入れていっています。これで、我々の方について参戦してくれれば嬉しいかな、というところですね。敵の前線にジムがちょっと見当たらないんですよね。オデッサにはジムが投入されてたと思うんですけども、このアフリカに関してはジムがまだ投入されていない状態のようなので、まだ連邦軍の方はモビルスーツが十分に数が揃っていない状態だというふうに思われます。なので、この間にね、まだ連邦軍がモビルスーツを十分に数揃える前に、できるだけ領土を広げて工場を奪って、その戦力差がね、埋められないように、常に我々が、一歩二歩先に行けている状態っていうのを維持したいと
というふうに思ってますので、まあ、足の速いドーム、ガイアの舞台ですね。これを中心にどんどん前へ前へと進めていきます。回路のところは常に敵が降ってくるな。まあ、ここには。ガトーの舞台を置いてるので、ガトーの舞台で制圧しましょう。数は決して多くないですからね。ではゲルググですが、ゲルググマリーネにアップデートします。研究ですね。モビルスーツは常に最新のものを供給できるように心がけていきたいと思います。同じ要領でドムもね、ドムドローベンとか、そういうものに順次マイグレーションアップデートかけてですね、連邦のモビルスーツジムよりも常に先んじて、いければいいかなというふうに思ってます。さあ、オデッサに近いところまでやってきましたけど、この辺りから急に連邦軍の部隊の数が分厚くなりましたね。ぐぐっと分厚くなってきたなという感じがするので、まあ、舞台の増強もそうなんですけども、回り込んだりしながらですね、敵の戦力をうまく分散させて、オデッサまでたどり着いちゃいましょう。思ったより全然敵の舞台が分厚い。アフリカとは全然違いますね。さあ、いよいよオデッサに迫ってきました。まあ、因縁の地と言ってもいいと思うんですけども、まあ、オデッサをね、失ってから長らく、ヨーロッパに進出ができていなかったんですけども、ここに来て、一気に、戦線を切り崩して、オデッサの奪還というのが見えてきたという状況ですね。長かったなぁ。本当に長かったです。はい。オデッサの奪還、成功しました。こっからオデッサをしばらく守りつつですね、兵力がちょっと足りなくなってきているところがあるので、まあ、部隊をね、増強して、ヨーロッパ全土、さらにはアジア方面ということでね、我々の勢力圏をどんどん広げていこうと思います。今、こんな感じですね。北米、南米、アフリカが完全にジオン軍の勢力圏内になっています。これをさらにね、ヨーロッパ、アジアと広げていこうという作戦になります。まあ、ただね、まあ、いわゆる工場の数っていうと、連邦が1000から1700持ってるのに対し、我々はまだ500未満ということで、まあ、明らかに生産力では劣っているという状況になってますんで、これをね、まずは、追いつけ追い越せというところで頑張っていきたいと思います。一方、宇宙の方なんですけども、ルナ2の攻略作戦を発動していきたいなと思ってるんですけど、艦隊の数がいかんせん足りなくてですね、制空圏、まあ制中圏っていうのかな、あのルナ2まで強襲上陸できる航路を、まあ、確保できていないという状況です。なので宇宙艦隊、ジオン宇宙艦隊もね、もうちょっと増強が必要かなというふうに思ってます。このあたりもね、順次増強の方は行っていきたいと思います。はい、ご覧のようにですね、オデッサ確保して、再度ヨーロッパ侵攻作戦を発動できるような状態になっています。さらにキシリア閣下も自らですね、地球に降りてきて、マクベを配下に加え、ヨーロッパ方面軍司令として、この後活動してもらおうということでですね、軍団の編成も行いました。キシリア閣下のもとに、ハーディ、シン・松永、そしてマクベと。ガルマの下には、シャー、ガイア、ランバラル、ガトーなどなどというね、豪華な布陣になっています。なのでこれらを使ってね、しっかり進めていきたいと思います。生産のラインの方はゲルググマリーネを生産のラインに入れています。これでまたね、火力が増していくかなというところで、一度敗退したこのヨーロッパでの戦い、巻き返しを行っていきたいというふうに思います。一方、最初に行ったですね、ソーラレイ、
なんですけども、これあと12日後に正社なのかな、できる状態になっていますので、ここもね、しっかりと見届けていきたいというふうに思っています。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回ソーラーレイ使っていきたいというふうに思います。